お前が知ってた。よろしくお願いします。それではお相手の方は2段の方ですね。早速鬼殺し、鬼殺しやっていきましょう。四間飛車ですか。これはすぐにちょっと飛びづらいんで、まあ、飛車回っていきましょう。今ちょっと連勝中なんで、なんとか鬼殺しで連勝を伸ばしていきたいと思います。金無双、ちょっと振り直します。飛車回ってきますかね。ちょっと回らさないようにしてみましょう。あ、おとなしく下がってくれました。でお相手の方3筋の不幸かもしてくる感じですかね。まあしょうがないですね。こちらとしては、まあ、鬼殺しをしたことによって本来玉は2分30秒で金無双にしたいと思うんですけれども、まあ、ちょっとだけ囲いを悪形にできてるのかなっていうところぐらいですかね。まあ、機種としてはちょっと対応されちゃったんで、難しいですね。一回下がってみましょう。この手は飛車浮いてきますよね。で、どうでしょう。これはなんかこちらの主張が通った感じですね。叩きの歩。多分今歩取って桂跳ねられた瞬間、飛車取り、こちらの角が飛車取りになるのが嫌だったのかもしれないですね。2分でいい感じで桂が飛べました。これで桂が死ぬことはないですね。この飛車と交換すべきかっていうとこですよね。難しいですね。これは、まあ、ちょっと今お相手飛車どけないんで、飛車どくと角がボロッと取れるんで、この間にちょっとこっちに回ってみましょう。でも飛車悩ましいですね。まあもう一歩あるんで、1分30秒もう一回打ちましょう。こうなると飛車取って、もう飛車をぶち込んで、これ激痛じゃないでしょうか。結構金作りましたね。まあ、いい感じでいいタイミングで飛車と交換できたんじゃないでしょうか。飛車の竜を作って、さあ結果的にかなり優先できたんじゃないのかなと思います。一枚一枚剥がしていきましょう。お相手の方、ああ馬戻ってきましたね。お相手の方も攻め駒十分ですし、3筋4筋で歩を使えるっていうのがいいですよね。さて、お相手の方も結構迷われてますね。結構攻めの方法はいくらでもありそうな感じがします。1分6歩ですか。ああ、どちらかというと4、6歩の方が嫌だったかもしれないですね。これはどいてくれました。ただまあこの強者は取られちゃうんですが、まあそれは
いいでしょう。取られてる間にこの7三桂成が結構厳しい手になるんじゃないでしょうか。こちらもう竜と桂馬で下からがっつり攻めれてるんで、あとは上を押さえていきましょう。馬2枚がやっぱ強力ですね。お、歩を打たしてくれました。これはありがたいです。あーでもやばい。30秒。ああ今金打たれた方が嫌だったかもしれないです。大丈夫です。これはありがたいです。20秒。いやー つまんないですね。あこれでこっちはつまんない。あ割と時間が時間切れがち。ここで時間切れがちとなりました。なんとか優勢ではあったと思います。ありがとうございました。お前が先手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、1級の方ですね。早速いきましょう。うーんこれは飛車先の歩をボンボン試験飛車、8五歩まで突かれると縦石流受けざるを得ないんで、うーん今8五飛車っていうのもあるんですが、いや展開が早いですね。これは浮かないといけないですね。いやお相手の方3四歩と先についてこられなくてよかったです。取っておきましょう。これはと金つくに行っちゃったり、次のでもああちょっと今手順ミスったかもしれないですね。2分30秒。いやーちょもう一回やり直してみましょう。そうですね、なった瞬間にこの手が嫌だったんでちょっとやめてみたんですが、でこれで角でカウンターで、いやーやっぱりこっちの方がダメでしたね。普通に76歩としっかりと受けとけばよかったです。いやーちょっと劣勢になっちゃったかもしれないです。11か、あこれは変動しの桂が効きますね。さっき11角ってなると角閉じ込められちゃって角取られちゃうんで、変動しの桂慣れなかったですね。お、これはめちゃくちゃありがたいですね。2分。ただまあちょっともう叩きの歩いってみましょう。見事な将棋じゃった。まだ分からなかったと思うんですが、しかしちょっと投了早いかな。真の猛者はこんなもんではない。